はい、自然産園ライフスタイルチャンネルの向井です。佐藤です。はい、今日はね、田んぼからこの2人でお届けします。この田んぼ無事にね、稲刈りも終わって、いよいよもう来年のね、準備が始まってます。今ね、みんなでちょっと米ぬかをまいたりしてるんですが、実はね、1回目のね、秋おこしということをやりました。秋おこしっていうのは、来年のためにこの田んぼの準備で、まあ、幸運をね、1回やってて、ほら、このね、耕されてます。なんですが、秋おこしというのは、買った稲の稲株をなるべく早く分解するためにやるというのが、まあ、一番の目的だったので、全体的に耕したやり方は、まあ、これはこれでありなんですし、土もね、細かくなってるんだけど、もっとね、ざっくり大きな土の塊で耕していくというのがベストなね、秋おこしということを武井さんから教わりまして、まあ、そのあたりのね、動画も、はい、こちらに実は、アップされてるんで、ぜひご覧ください。で、今日はその武井さん式の秋おこしっていうやり方をね、これでやるんですよ。はい、土寄せ器を使った秋おこしっていうのをやっています。僕自身がね、一回ここを耕運した時の、タイムラプスはこんな感じなんですけど、これはいわゆる普通に土を耕すという耕運だったんですね。でもそうじゃなくて、もっとその秋おこしとしての、田んぼでの土寄せ器を使った、土寄せというやり方を武井さんがね、実際に、教室でやると、はい、こんな感じなんですけど、結構違いますよね。ので今日はちょっとそのやり方をもう一回ね、改めてここでやってみて、土をなるべく大きな塊でゴロゴロとする。そうするとね、冬は寒いから、凍ったり溶けたり凍ったり溶けたりっていって、この土がサラサラになっていくっていうね、そんな話なんですよ。ので今日はそんなことをやってみたいと思います。頑張ります。はい、じゃあね、早速本田こまめを使った土寄せ器、このアタッチメントをつけた秋おこしというのをやってみたいと思います。僕の最初のやり方はこのローターで耕すということを中心にしちゃったんですけど、これはもう本当にただの前に進むための、車輪で、この土寄せ器のここにね、やっぱりしっかりした爪があるので、これで掘り起こして土を寄せていくということが今回の目的ですのでね、ちょっとそれをやってみたいと思います。はい、スタートの時はアクセルは真ん中ぐらいなんですけど、一番上まで上げてます。まあ、こんな感じかな。はい、土寄せやった後はこんな感じでね、波になっていて、なるべく空気と触れる面が多いと良いのかなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、こんな感じで、あの耕運器を使うというよりも、本当にここを土の中にこうグッと埋めて掘って寄せるみたいな、そんな感じでやるようですね。だから慣れるまでやっぱり本当にやり方が分かんなかったんですが、こんなこともね、武井さんの教室に来るといろいろ教われたりして、非常に勉強になります。最初ここをね、丁寧に耕した時はこの1枚の田んぼだけで2時間ぐらいかかったんだけど、まあ、この調子だったらね、本当にあっという間に終わるのかなというふうに思います。はい、ということでね、さすがにこれはね、さとちゃんもちょっと危ないのでね、今日は見ててくれるんだけど、はい、こんな感じであっという間に今日はね、秋おこしが終わると思います。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。